イベントでもさ毎日配信して頑張って、うん、多分それすごいだろ、うん、俺だったらもう無理だもん、あんな一時90だったらすぐ配信やめるよ。90だったら一時期の勢いが高橋すごかったから、オンドレアの時もうこれ追いつかれるなと思ったもん、あの時に。ないでしょ。いやいや、すごい、ね、オンドレアズ1年前の勢いやばかったで、1年前の高橋人気、まあ、誰かが投げてたね、バック投げて、すごかったよ、ね、マンスリーも今誰投げてんの、バック投げ、ああ、今だ誰投げてんの、バック投げ、バック投げ、いや結構まんべんなくいってるよね。嘘つけよ、一人だけだろ、そんな投げてんの、うん、投げてくれる人は投げてくれたよ。養分も高橋に厳しいからね、やっぱそんだけ可愛いんじゃない、主演なのにね。養分は、まあ、高橋より閲覧あるからね。だけど、先輩ずらしたいんじゃない。火薬もそうじゃん、なんか。俺一緒養分ゼミやからね。火薬、だって火薬が見つけ出したんじゃない。火薬の、火薬が師匠です。いや、元々養分からこれ始まったもん。あ、そうだ、養分、うん、火薬じゃない、最初。火薬が。マテヤスじゃなかったの？いや、ツイキャスの時は。私は養分。養分が結構育ってるよ、養分、うん。俺もそうだし。いや、育ってないし、養分。育ってるよ。養分だ。え、なに、養分なんだじゃ。養分。師匠が。火薬じゃなくて。まあ、火薬さんとコラボしたけどね。あ、パルは自分だもんね。ないもんね。ホームレスだね。ホームレス。ね、うん。だけど、俺は一番ね、うん、テルチャンピオン捨てたのが。捨ててないって捨てながら、お前。なんでじゃあテルチャンピオンと絡まなくなったんだよ。連絡取ってるから、普通。いやいやいや、だって、コラボもしてないじゃん、テルチャンピオンと。いや、まあしてないけど、あんなになっちゃってるけど、じゃあゼロワンとか、はい、ね、じゃあ俺たちと絡む前にテルチャンピオンあんな良かったのに、ね、バクソから聞いたよ、なんか手繋いでたって、ディズニーランドでバクソ、つまりなんと俺が、ああ、違うテルチャンピオンと、いや繋いでましたよ、はいや繋ぐ、仲良かったから繋いでたとか、え、だって繋がないでしょ、そんなの、いやそれ男同士でディズニーランド行ってテルチャンピオンと手繋ぐ、ホモダイブ、誰これ、ホモダイブって、あ、川上ちゃん一瞬だから、そこはで、あの、テレチャンピオン以外にもテレチャンピオン捨てたじゃん、ヤミーとヒカルとオラフと、テレチャンピオン4人いたから、そっからでもテレチャンピオン全然絡んでないじゃん、いや、もうだからゼロワンばっかじゃん、絡むから全然絡みますよ、あ、本当そう、本当そう、じゃあ捨てたってことよ、捨ててないですよ、絡もうと、まだもしテレチャンピオンが、だってテレチャンピオンじゃなくて、自分でテルチャンピオン連絡取ってたんでしょ、なんでやめたのじゃ、閲覧が10とかだから、テルチャンピオン、いや、自分からっていうか、まあ、疎遠のは疎遠ですけど、別に仲悪いわけじゃないんで、いや、なんで疎遠なんだって、2万仲良かった、捨てたっていうか、俺捨てたんだろって、ね、基本、一人でやってたから、で、ワンライブっていう会社、一人だと閲覧ゴミだったじゃないか、ワンライブの前から俺もすごい仲いいから、うん、ワンライブの前からもう 俺、ね、俺ばっかりだったよ、あれは、いやいや、うん、テルチャンピオンに手つないでやってたって聞いたよ、いや、それは一瞬だけね、こう一瞬じゃねえよ、あーってやった時ね、たぶんディズニーランドで仲いいよ、あ、そうなんや、うん、テル人って呼んでるから、だったらやばい、テルチャンピオンと仲良くしろよ、もっと仲良くしてるんですって、ただ、今疎遠、今電話しろよ、じゃあテルチャンピオンに、いや、昨日電話しましたよ、でも今しろよチャンピオンが強いな、イベントすごい、うん、そうなんだよ、プラチナプラス、うん、そうなの、復活したんだ、明日お前デートしろよ、いや、別にデート暇だろ、お前、ね、テルチャンピオンにデートでいい、申し込むよ、あ、ありがとう、どこだけ、センキュー、ありがとう、これだから俺に見せて、名前、いや、見せないです、なんで、ちょっと見せていただこう、誰が泣けてんのか見たいよね、もう2時半だからね、うん、2時半なの、うわ、太郎がライバル強いね、正しい、太郎な、ああ、ライバル、リンちゃんがバズってるって、リンちゃんが、リンちゃんは何、104万再生されてる、うわ、あれ TikTok でしょ、進撃のジャパンでバズってる、どんどんなんか TikTok で先越されていい、みんな行くようになってくる、いやでも TikTok なんてゴミだよね、雲の上になっちゃうんじゃない、いや違う違う、リンとか大丈夫、大丈夫だよ、だから TikTok リンさん代弁させてくださいって言ってんじゃん、立場逆転しない、ない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 、 TikTok なんてそんな、だって誰でもバズれるじゃん、だってだってし
スーパーナイスとか四季もやばいからね。予算バズったことないんじゃない TikTok。 ないね。バズるバイン。ゼロあるからね。バズるバイン。あ、そうなの。ゼロなんだ TikTok。 柏木のゆきちゃんこけたやつ。あれすごいからね。あ、そうなの。200万再生されてたんじゃない。TikTok バズったら本当人気者になれるから。でも人気になるけどアイテム上がんないじゃん。でもね、案件すごい来ますよ、俺バズった時は。あ、そうなんだ。うん、いくらいくらって。なんで来て、いや、なんか分かんなかった。やってくださいみたいな。そう、出演してブラジャーのやつとか来てたから意味わかんないだからそういうのはやってなかった。うん、サイトじゃ向こうがでかいから。いや、ワンライブはダメなんですよ、案件。いいですよ。あ、いいんだ。基本自由だからね。何もない。自由の縛り何もなし、何でもいいよ。あ、そうなの。企業案件泣くんじゃん。いや、来ないね。バツバツで来ないわ。イメージ悪いの。よしはなんか企業案件みたいなのないです？いや、俺は来るけどやらないですね。え、どんなの来るんですよ？え、なんか、ね、あの変なサイトから来るよ、やってくださいみたいな。あ、そうですね。配信サイトね。配信で見てる。ライバーのやつ。そう、ライバーのやつと。めっちゃ来るよ。なんか、いろんなやつ。よしは企画でどっか行って、どれぐらいでバンになるかやればいい。いや、ね、いやバンだったら終わりだから。うん、終わり。TikTok でね。あ、TikTok。 あでもお酒ダメなんだっけ、向こう。タバコもダメだし。だってでも、きついよ。じゃあ、致命的だね。タバコ吸うときって、もうカメラから、なんちゃろう、フェードアウトして、そうだな。まあ、お前は90、閲覧90だから、どこでも無駄だけどな。そこしかいじらんやん。そこだけ。お返しってあげて。もう他、そこだけしかもう勝ち目ないやん。お返し入れないの。ありがとう。他、よっさん。もう閲覧90しかないんだもん。あ、違う、しきちゃんはね、TikTok 1万人とか9千人だから。いや、だってしきさんがお金稼いだって稼げるわけないじゃん。いや、300万ぐらい稼いでるらしいですよ。みやびくんの話を聞くとそれぐらい。あれ、TikTok の給料ってふわちみでないの？そう、月に1回とか。いや、もう即日らしい。いつでも下ろせるらしい。せいじが13万稼いで次の日下ろしたらしい。マジで？うん、すごいね。すごい、すごい、即日、即金。スーパーナイスにみんなバイミー行くんだよ、今 TikTok で。え、スーパーナイスくん有名なの？有名だよ。しきちゃんもスーパーナイスにバイミーしたからね。ナイスくん有名なんだ。うん、じゃふわっち古いのかな、もう。それ何が売りなの、スーパーナイスで。いろんな人でやりまくるから。エッチを、うん、女芸ばっかり。あー、そっち放送で、いろんな女とコラボばっかりしまくる。ペイさん、いいな、ここに。ペイさん、なんで絶対出ようとしない。で、凛ちゃんもそうじゃん、スーパーナイス付き合ってたでしょ。あ、そうか。凛ちゃん電話で呼ぶよ。いや、ダメダメ、いらない。違う、凛ちゃん、凛ちゃんバズってたよ。凛ちゃん呼んだり。だってふわっちのプラチナプラスより TikTok 選んだ女だよ。いや、だけど今バズってるわけだ。うん、いや、もうなんかこっちが映え目みたいになっちゃうわ。やだよ。なあ、それちょっとプライドがやだ。たかしはな、いいの、凛ちゃん。たかしのわけだ。りんちゃん、りんちゃんはちょっと何とも思えんけどな、俺は。呼べや。別に呼ぶ必要ないやん。いいの、うん、呼ばなくて。女ができないから今。あ、そうか。問題になってるから。これ偽やか、ね、偽やかやな、これ。岩みたいな、クソみたいな。これ偽やかやからじゃん。何が、あ、噂の悪さ。うん、あ、偽やか、偽やかやな、これ。偽やかでしょ。何、あの本物、これアイテム流れじゃん。本物だったら連絡ください。社長、ちなみにリンちゃんバズってるか、ツイッター5000いいね。嘘じゃん。本当に。じゃあ呼ぼうよ。ツイッターでまず5000いいね。え、そう。今108万。こんなゴミみたいな可愛いやつが5600いいね。リンちゃんのアカウント？いや、見てこれ。連絡行為してされて5900いいね。もう呼ぼうよ今日。リンちゃん。ひんひんやの。ただ俺たち。一生いけない5900いかないと思うんだよね、俺たち。すごいんだよね、りんちゃん。5900いいね。来てくれんだよ、まりんちゃん。いや、でも今 TikTok に力入れてるから。何？ふわっちあんまやってない。もう眼中ないんじゃないっすね。まあ確かにね、天狗になってる感想もあるよね、りんちゃん。これ台本だね、やっぱバズるために。あらかじめ前に誰か座らせてやる、ね。俺、りんちゃんに電話してようかな。してして。やってよ。ああ。
相手してくれる、まあ、お前はね、ユアの問題がかけられねえもんな、うん、浮気になるから浮気にはならんけどね。じゃあこけるユアなんかどうでもいいだろ、子供なんかどうでもいいんだ。いや、どうでもよくないですよ。ありがとう。カナダにおんの？え、R 社長はカナダにおんの？あ？ん？ R 社長カナダ？どういうこと？いやいや、それ偽垢でしょ。偽垢やな、これ。うん、R 社長すごいの。いちいちって。あの、まあ、ゼロワンの一日店長で30万ぐらい。あ、使ったんだ。カナダにいるって、だったらカナダさんとの約束、名古屋の約束はブッチしないでしょ、ね、そんな、なんかゴミみたいなこと言ってるの。あの、スパークの大スポンサーです、うん、あ、そうなんだ。そう、飛んじゃった、飛んだっていうか、音信不通でもアイテム投げてる。え、無料で。あ、無料なんだ、うん、で、1週間は音信不通待ってます、ちょっと R 社長信じてるんで。ああゴミと分かったんじゃない、ゼロワンの、うん、だからゴミはまだそっちなの。え、だってゼロワンが出せばいいじゃん、500万とか600万儲けてんだから出せばいいじゃん、経費で落ちるんだから。全部だからスポンサーがいらないじゃん。俺が、まあ、原田よしきたらいらないと思う。ゼロワンが金持ってんだから経費で落ちるんだから後楽園ホールとか借りてやりたらいい。ゼロワンさん2人で話しますか。誰？あ、噂の R 社長。じゃあ今 LINE ください。うん、来いよゴミ。これ嘘だ、ぶち込むよ俺、うん、もう今ぶち込んだ方がいいよ、ゴミだから。嘘だ。ふわっちより先に連絡を取ってね、してほしいです。あれ俺もこの携帯こいったらこれ嘘でしょ。えそれだよな、これ物じゃない。わからん。スネオさん来なかったね。うん、スネオさん今日、うん、まあだからスネオさんも疲れたんじゃないっす、行くのが。来ねえな、初めから言うねん。だからダメだよ、そう言ってたらおばたツイッターで煽る、煽って、煽ってダメだよ。だから予算って人見てなんかあれするよね。やっぱスネオさんだって、俺だってアイテムめっちゃ投げてくれてさ。だスネオさんとロビンソンさん怖いから。アイテム投げるもん、関係ない。そこはもう人がいない場所で。スネオさんから内容証明はこれだから、ね、訴える気がするんで。人がいない場所でよろしくお願いします。ほんまな絶対ネタでしょ、こんなの。え絶対ネタでしょ。ネタ以外になってる。噂のある社長だら。静かにしてみんな。うん、何誰でかけてんの今。自分にかけてる。ブーブーなってるから。そう。携帯なくなった。ブーブー聞いて。携帯なくなったの。どっかある。今ブーブーなってない。絶対どっかある。ほら。んどこ鳴ってないね。iPhone と聞こえるやん。鳴ってない。あ、聞こえる聞こえる。あ、ここで聞こえるなんか。どこ？ここら辺聞こえる。下押してる。ここでブーブー聞こえる。もう一回鳴らす。あ、うん。あ、ここ、ここだ。ここにある。炊飯器だか？炊飯器だから、あれだけでもここブーブー言ってる。入ってないんだよ。お？これ、これあれ、それは違う。iPad 押してなかった。ありました。あれ、隠してた。すいません。来てる？はぁ…LINE 来てませんね。嘘？はい。あれ、俺の携帯どこ？嘘じゃないですか。 LINE 来てないっすよ。なんで俺の iPad 持ってたんですか。いや、これパスワードあるかわかんない。養分電話でしえ養分電話で養分電話どうした養分養分だから。で行くっていい。あいつなんで出ないんだよ。誰誰か本当養分か電話来てる。ああ、じゃあ出る、やるよ。なんであいつ本人で。いや、寝てる寝てる。あ、かけてる。どうした、どうしたんだよお前。落ちちゃったってやろお前。あおめんとこ
社も預かってんだ今。預かってない関係ねえよ、もう破門したよ俺は。だってさ、喧嘩してんのに誕生日プレゼントを太郎に預けてあげて恥ずかしいし、かっこ悪いよ。いや、かっこ悪いでしょ、うん、なんでそんなかっこ悪いことをするの。台本だったら仲良くすればいいじゃん。太郎にね、誕生日プレゼントを預けるとか一番かっこ悪いよね。かっこ悪くない？もうじゃねえよ。かっこ悪いよ。もう、うちから、いるからな。かっこ悪いよ、お前、ほんとに。ねえ。来たらよかったじゃん。だって、東京まで来て、なんで会いに来ないの？仲良くしたいんでしょ？仲良こよしで、売名してさ、閲覧あげたかったんでしょ？だけど、お前なんか閲覧2、300のプライドを保ってさ、来れなかっただけじゃん。ごめんね。黙って。分かった分かった。うん、どうした？いや、俺が言ってくれた。俺のことボロクソ。いやいや。ちょっとうるさくて聞こえんわ。もう外出ろよ、お前。外、とりあえず。何言ってか分かんない。もう外出て。で何言ってか分かんないからとりあえず外に出てよ、話したかったら。養分行けばいい。とりあえずじゃあ新宿行こうか。俺たち行っていい？はい、行ってやれ。な、何ゴミ野郎ぐらい行ってやれ。誰これ吉行き。ああ吉行き。ああ、中村、中村、ごめん、中村、風よ、風。もしもし。森ディスられてるわ。もうディスってば。中村。中村。あ、聞こえる？あのさ。何が？もしもし。何が？中村くん、申し訳ない。雑音がうるさくて聞こえんわ。聞いたらこれ。中村くん。雑音が聞こえん。うん？でもやと思う、たぶんでも。なんだよ、だから。なんだよ、だから。なんだよ。なんだよ。あ？今から言ってお前、頭かち割って飲みろ、引きずるやろ。さすがよくないだけど。警察か？ちょ、警察呼んでいい？ちょっと。おい、頭かち割って殺すって言われ。警察呼んでいい？ちょっと。ちょっと、リタ変わって。リタ変わって。え？ちょっと。頭かち割って殺すって言われたけど、俺。養分、養分、来いよ。養分。頭かち割って殺しに来るって思うかった。中ちゃん、リモンド。中ちゃんかけた。誰？中ちゃんいるんじゃない？だって養分で飲むって言ったら。声がわからん。来て誰？リタです。リタ？リタです。ちょっとあの静かなとこ行って。養分聞こえん。お前がゴミだから行けるわけねえだろや。ちょっとごめんな養分。一緒に遊ぼう。待ってるんだよずっと。ずっと待ってるんだよ。もううるせえわこいつら。もう話にならん。こういうところが配信が合わないんだよ。中ちゃん。おいてめえ中ちゃん、お前。おい、あのさ、いや、お前なんか閲覧90がほざくな。おい、おい中ちゃん。生まれたんだけど。これ何様なんだお前。なんか俺のこと頭かちゃって殺すって今すぐ。おい中ちゃん、養分が俺の頭かちゃって殺すって言ってたよ。中ちゃんどうすんの？
え、じゃあどっちにつくの？いや、もうそどうね、犯罪予告してる人間と俺のどっちにつくの？え、じゃあ中ちゃん、じゃあどうなの？どうすんの？中ちゃん、どうすんの？犯罪予告されたんだよ、頭かち合って殺すって。いや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 、いや笑ってるよね。いやだけど言われたよ俺は。いや俺が言うのと曜日が言うの違うじゃん。ある社長偽物で俺連絡来てないから、うん、ブロックはやめたらいいけど。いやだから中ちゃんはどうすんの？もう連れてこいよみんな。そうだから、うん、全員ここに連れてこいよ全員。タクシーで払ったるわ。あ、ゼロワンがタクシーで払うから全員こっちへ来て。中ちゃん大丈夫？中ちゃん酔ってないよね？あ、行きます。あ、で、養分とも話すから連れてきて。じゃあ全員連れてきて、ここに。はい、よろしく。はい、じゃあ来るって今から。で、俺ごめん、財布にお金入ってないもん。あ、俺いいよ、立て替える。立て替える。あ、マリオ起こして。マリオはいいね。マリオ起こしてコンビニ行く。寝かしてあげて。2万ぐらいやろ。2万5万ぐらい。養分ベロベロでさ、状態に来るわけない。いや来るでしょ。中村って本当になんか養分の言いなりやな。まあ、うん、中村が自分がないもん、あいつ。それあいつだって中村って自分がないもん。だってなんか水ちゃんとかなんかあの水ちゃんの隣の家とかさ、306、そう、一人やったらゴミだからね。あいつ閲覧100部いかないからね。いや天然より下だからね。閲覧30とかになるからね。本当で選んだんだ。天然より下だよあいつは。高村マジゴミで。俺と養分は喧嘩しても会えば仲直りそうだね。じゃあ来てね、仲直りしよう。俺はね、でも予算は死んじゃう、ね、に来ると思う。俺死んじゃうから頭勝ち合って、頭勝ち合われ、そう、養分が、いや、そう、守ってるじゃん。守りますよ、もちろん。政治も寝てると守ってくれるでしょ、養分来たら。だから言うなら、養分だけ来てくれたら一番いい。じゃあもう全員来るよ。全員来るよ、まあ、中村と、そう、そう、中ちゃんとみんな来る。俺はそれだけ心残りだからね、うん、そう、だってあもらったでしょ、うん、アイテムってか、なんだっけ、名刺だっけ。まあ来てるしね。そうだよ、絶対だからこれ来るんだよ。で、それで仲直りして終わる。夢吉いるわ、うん、まあ俺たちに夢吉言ってもいいけどね。なあね。ああでもよっさん寝ちゃわん来るまで行ける、うん、ラムよ、うん、いや俺は行けるよ。行けないね。着いたらおとなしくなってエンジン切れてるやん。行けるよ俺は。本当？やっぱ俺予算ファミリーのオーディション受けれたいな。ちょっと学びたいね。あ、受ける方で行きたい。受ける側で。いやだけど審査員じゃない。来ないんでしょ、ね、これちょっと行けないですね。まあふざけんなよ。富士山とか。え、またやるのあれ、ファミリーの。そう、うん、そうだよ。俺はお前来いよ。ネタで来いよ、ネタで、うん、ネタで来いよ。ネタ要員、ネタ要員で。この前行きましたね、僕。ああ、また来てる、ネタで、お願い。もう誰も来る、誰も来ない可能性あるから来て。ちょっとえ、まだ事務所借りてやってるんですか？あ、そうそう、また、あの借りてやってるから、うん、審査員は誰だ。審査員は野田と俺と、うん、ロビーさん、ロビーさんと中ちゃん、パルパル。いや、俺なんでパルパルの。緑さんは、緑さん呼んでない。7日になんか中ちゃんも67は言われるかもね。中ちゃんもやりたかったね。やっでも来る気配がない。なんか多分10人来たらいい方じゃない。10、前回多かったもんね、結構。うん、20人だから。じゃあ俺行っていいの？受ける側で。前断られた。だから審査員としていいよ。違う違う、受ける側で。だってパルパルが審査員として1万で来れなかったら来てよ審査員。俺学びたいんだよ。オーディションして、その後審査入れば、うん、一番最初。一番最初に。この人面白いじゃん。学びたいよね。いや、俺はただ酔っ払って、うん、暴言吐いてるだけで。でも面白いやん。酔っ払って暴言吐いてる。ちょっと、文句じゃないですけど、なんか障害者に対してのポイント高いのはちょっとなくしてほしいですね、なんか。障害者面白いじゃん。障害者ポイント高いとか言うから、あれはちょっとね、障害者面白い。いい気だわ。障害者手帳持ってるだけで、ポイント高いんでよ。だって、みんな面白い、障害者。いや、ちょっと卑怯だわ。審査員っていう立場だから来てよ。そうそうだね、予算ハミに入れないために、はい、何が富士山だよ。やめろよ、そんなの。富士山なあ、最終日終わってから、イベント終わってから。
イベント終わりだね。イベント終わりか。最終日ぶつけてもいいけどね。あ、最終日、最終日。66か、最終日。うん、な最終日やらなくても、相手は上がんな。最終日やらなくても。いや、やらないと飛ばないですよ。で、天ちゃんも、明後日ぐらいに登るもんね。明日か。日本国語やな。うん。富士山登るとも気をつけてな。危ないで。本当にな。去年死にかけたな。うん。ズロワン。な、危ないで。本当に。俺死んでほしいわ、お前の父さん。富士山の。無理したら、死んでほしい。体重重いから。膝も。リタイアしないです。怪我したらスパークあるからね。気をつけてください。トレーニングカテラ。高橋も。うん。スパークだから、全部、金持ってるのか、財出せ。みたいな、何だったら出しますよ。そういう話だから。スポンサーが初めていいとか。何スポンサーに頼ってんの。でも全部の格闘技スポンサーいますからね。ディガフェイスもそうだ。だって、ね、自分の金がね、有り余ってんだから経費で落ちるわけですよ。そんなスポンサーなんかいない。やっぱプラスは欲しいじゃないですか、うん、いや、プラスっていうか、だって儲かってんじゃん、もう。いや、配信ではね、儲かってんのに、なんでそこまでスポンサーで格闘技大会でプラスにしようと思うの。ちょっと、公園で待っとく。家でわちゃわちゃやるでしょ。公園で待たないでしょ。決闘場やだよ、うん、俺がおしっこしたからタッチションするって迷惑になる、うん、来たら公園行けばいいんじゃない。ここだって防音じゃない。ここは薄々です。でね、あ、そうなの、もう隣がね、どんどんいなくなっちゃうの、これ。あ、そう、両サイドが。あ、入るんだよ。うるさくてね。おるん、もうまたいなくなった。せや、え、いなくなったの、こっちは。やめなさい。いないと。いないから。あ、いないんだ。俺は別に住んでないからどうでもいいんだよ。どうでもよくないですよ。どうでもいいから住んでない。やめてよ、さもいるかもしれない。いないよ、もう。隣。あの、酔っ払いの養分をタクシーに放り込んで、こっちに持ってきて。でも、来るか分かんないよ。だから来るとは言ってんだけど、向かってんの、本当に。今、向かってんの。配信で。3、40分で来んじゃん。そんな、いや、そんなで、1時間ぐらいかかるよ。新宿でしょ、だって。隣にも借りたいやん。いや、あのね、ドラッグになっちゃって。え、でもこう直接オーやろ。どうなんだろう、それで借りれたかな。いや、でもここの家賃を払えなくてブラックになってるから。え、こう、そんなそんな家賃払ってる。いや、払えなくて払えない。え、ゼロ払ってない。払ってるけど、払い忘れで。あ、それ払い忘れとか。でも、あれやろ、あの手渡しなんですよ、親が。あ、そうなんだ。人で、うん、で、家行ったらね、だから100万ぐらいじゃ渡しとくらいやん。それはお屋敷で中入ったら100万ぐらい渡しが住まない。ガラガラって開けてね、で、そこで来てね、で、名簿つけるんだよ。時間かかるよ、ちょっと書くだけでも。で、こっち名簿渡して名簿にもサインしてもらってて、その、うん、何ヶ月分先払いできないんだ。3ヶ月とかしてるよ。あ、そうなんだ。でも3ヶ月してるからこそ忘れるんよ。まあ、多分してあったなっていうので。あ、3ヶ月払ってめんどくさいでしょ、いちいち渡しに行くのも。確かに忘れちゃうんだよ。でも保証会社が関係んねやろ。関係ないってことだったら借りいるんじゃないの。そんなの。いや、保証会社入ってるよ。入ってるの。うん。天然の家は防音なんだ。めっちゃすごい家です。だからタクシー2台ってタクシー代もったいないの。まあいいよ、でもまあ儲かってんだからいいじゃん。みんなで来るって何。領収書だけもらっときゃいいな、うん、領収書。何人来るの。10人ぐらいって分かんないけど10人ぐらい来てわーわーな。いや、だまあそうなるだろうね。俺は養分しかないけどね、話は。ああ、だいいじゃん、それで、うん、10人ぐらい。10人ぐらい。中村くんと中村くんだ、太郎とかね。また来るんだ、太郎。また出戻りなの。山田部長、山田が戻ってくんだよ。また戻ってくんの。来てもあいつらだって帰るっつってさ、養分の方に出るんだよ。太郎とかみんな待ってますよ。みんな、だからこれ来んじゃない、うん、タクシー。6人か7人来るの。6人か7人、6人ぐらい来る。養分は寝かせないとな、その酔っ払って養分養分だけど、いや、だって養分ってなんで来たかっていうと、ゼロワンの家に来るために来たんだよ、今日。だってそんな喧嘩してても来ないよ。だからようやく、うん、気持ちが冷めたんじゃない。酒飲んで酔っ払って。いや、でもあの感じだと、それはあの、もうめちゃくちゃ怒ってたけど、ね、気が収まったんだよ。あ、そうなんだ。うん、もうストレス発散してね。あ、俺も謝ってるし、わざわざ来てるし。俺も謝るよ、多分俺のツイート見たと思うよ。あ、なんつぶやいたんだ。
俺ね、なんでつぶやいたんだ。自分の誕生日ツイートに養分ごめんねって入れたから。それ、あ、言ったんだ。それ見たんだと思うで。それ見て、じゃあもうこうやって言ってきたじゃないとおかしいし。天然はどうなの、養分の付き合い長いじゃん。うんうん、それはなんか怒ってないの、養分どうなの。あ、酒の勢いやるな、きっと。あ、酒の勢いなんだ。あ、結構酒飲んだ時にいいな、わーって言うもんな。よっさん、楽しい今。めちゃくちゃ楽しいよ。だって養分来るんでしょ、だって。よっさん、めちゃくちゃ楽しいわ。ワンライブ、いいよ。たまに遊びに来てよっさん。いや、まあね、たまにはね、俺たちも楽しいよ。たまには面白いよ。下手なキャバクラより面白いからね。本当だね。いや、俺本当面白いわ、今日。女と遊ぶより楽しい。だってこんな、俺正直、配信がこんな笑わないもん。こんな笑わない。いつも怒ってもな。そう、怒ってもな。いつもディスって。いろんな事件起きるから。遊びに来て。いや、面白い。だから、養分が来るんだったら面白いよ。また、中ちゃんとか来るわけ。展開。エマちゃん、エマちゃんにも会えたしね。あ、エマちゃんは会えたね。エマちゃんに会えたし。え、なんでよく来たよ、あれ、エマちゃん。仲いいんだよ。いや、本当だから、めっちゃ仲いいんだよ。2年前だよ、2年前からだよ。そう。だから、本当来ると思わなかったな。だって、前、なんか店で揉めた時も、俺、あの、かばってるもん。なんかユマルスネオがなんか見てた。あったね、あったね。俺あの時から味方してるもん、ずっと。あ、そうなんだ。今最近長くなったわけじゃないで。付き合い長いの、ああ見えて。いや、もう普段びっくりしたんだ。俺とかいるのに来るっていう選択肢を、お母さんが、まあエマちゃんとウサちゃんは選択権ない。お母さんが絶対選択権ない。あやせに、あやせに。お母さん、それをやめて、そうやって。いや、絶対そうだ。それはあかんね。お母さんがやっぱりゼロワンにはお世話になってるのね。決めつけたらあかん。だから行けってなったんだと思う。マリオネット。まあでもそれでもすごいけどね。俺びっくり。俺もう一生今ちゃんじゃないよねと思ってた。ああね、笑顔でしたもんね、めっちゃ。うん、スパークもね、来るし。スパーク、あ、よそもスパークは解説。あ、そっかそっか。あ、俺はもうめちゃくちゃ解説するよ。プロレス見てるからね。俺もう、もうあの14試合決まったんで。あ、俺多分ね、圭之助とか久保健だっけ、はい、あの試合ゴミだね。聞いてるよ、もう。あれはダメ。もう全部出てくれるんだから。いや、あんなのだって、プロとかいらなくない。だってだからもう、だって配信者の因縁とか戦うのが面白いんじゃん。プロの格闘のあれなんて金払って見ればいいじゃん、他の。まあでも刺激、いい試合見たい人ためよう。いやー、だってそんなの、じゃあ金払ってプロの格闘技見ればいいじゃん。プロレスとか、まあ、ね、格闘とか。要さん、練習会とかも来てください、たまに。中ちゃん練習会なんで、だって行ったって何もできねえよ。中ちゃん練習させないと。ヤジ飛ばしてほしいです。練習会だってってやってんの。その寄ってます、やってます。ちなみに俺も行ったよ、何もできないの。大丈夫、大丈夫。来るだけで面白い。あ、そうなの。うん、酒も用意してる。で、今度1週間ぐらい来てくださいよ、さ、この家。あ、面白いから。え、次練習会いつ。明日です。明日はちょっと無理だ。4日です。まあ俺はね、行けたら行こうから。パルは行きたくない。ちょっと行けたら行こうから。でも確実に良くなってるからね。だって行く必要ないじゃん、だって。行ったら面白くないので。じゃあそれで、じゃあ練習行って強ちょっと強くなったら面白くないもん。いやでも体力が持たないから、体力がつけない。え、そんなのもう元から分かってることじゃん。うん、ね、まあ体力を持たないこと、富士山登って体力面白いじゃん。そんなの体力ないもん。体力持ったらクソつまんないよ、プロみたいな。いや、プロでやってるやん。まあ一理あるけど、もう配信者なんて何もしなくていいんだよ、練習なんて。バカだろ。なんか練習会だよ。バカだ。何もしなくていい。いやでも、だってそれが面白いんじゃない。素人が何も練習しなくてね。でも強くなっていく姿。いや、強くなっていらないでしょ。強くなる必要ない。強くなっていく姿も、強くなる必要ない。強くなる必要あるよ。泥仕合がいいと、うん、さあ練習会とか言ってるやつは、うん、なんかちょっと格闘技かじってるゴミが言ってるだけでしょ。だって原田芳樹とか、うん、ネオとかさ、あんなのゴミが練習会しますよって言ってさ、うん、やる必要ない。ゴミが。配信もさ、芸能介とか配信も努力してスキル磨くわけじゃん。だから配信と格闘技は、だって素人がやるのが今回の面白いんじゃん。そんなの練習なんかしてちょっと上手くなって何も面白くないよね。そのまま練習しないで戦ったから全然面白い。それでも練習してくださいね、ほんと。ね、子供の経験がくだるから。
お前らが格闘技かじってるか知らねえけど、そこ押し付けるなよ。てめえらはつまんねえから閲覧がないんだろ、原田よしき。誰に怒ったゴミがや、うん、原田よしき、なあ、寝よう、ね、おい、お前閲覧あるのか。じゃあちょっと格闘技かじってよ、ちょっとできたからってよ、一人練習落ち着けんな、バカが。練習しないが面白いんだよ、素人の格闘技大会で。行き着くところ練習なんかしなくていいよ、ね、大丈夫だって思いながら、いや、そうでしょ、俺なんか間違ってる、間違ってないよ、素人の格闘技大会が面白いんじゃん。できたら練習なんか全くしなくていい、やっぱり俺そこ座る、練習なんか全くしなくていい、うん、だからここまでやっぱり閲覧主義者だから、うん、みんなよっさん見てね、いや、うん、閲覧主義者っていうか、うん、その練習とかする意味がない。だって素人の格闘技でじゃあ2分3なんだっけ、あのランラウンドとかあるじゃん、うん、はい、それでやった方が面白いじゃん、何もしないで、まあ、言いたいことは分かりますけど、ね、まあ、言いたいことは分かる。だって素人の大会なんじゃん、うん、俺たちがやるのは、うん、それはプロとかネオとか原田よしきとか圭之介とか久保圭とかいらないよ、うん、プロが。でもそんなのはじゃあお前らが金取れないから俺たちに規制してるだけじゃん、閲覧、まあ、それ勝敗も大事だから。いやいや勝敗なんか関係ない、だってあいつらはだって閲覧もないじゃん、久保健とかさ、ネオとかさ、あんな原田よしきって閲覧ないじゃん、うん、それでなんか練習しましょうってバカなのお前、うん、おい聞いてるかお前、だから見てるか原田よしきって、おい、いや強くなくて、俺は強くなくていいんだよ俺たちは、まあまあね、素人だから勝っても負けても、ああ何が練習会だよお前、まあ生き勝ってんじゃねえぞお前、練習会必要です、全然必要じゃない、うん、だって練習なんかしなくて戦い、いきなりこうカーンってやって、うん、いきなり戦えばいい、うん、まあ、練習会なんか一言もない、お前らみたいなちょっと中途半端なね格闘技かじって閲覧もないゴミが、うん、な生きがって練習会とかやるんだろ、気持ち悪い、予算ね、結構面白いよ格闘技、強くなるのも、いやいやいや、強くだって俺たち強くならなくていいじゃん、いや俺なってるけど面白いよ、強く、いや強くならなくていいじゃん、俺強いで、強くならなくていいじゃん、どんどん強くなってるもん、俺たちは強くならなくていい、配信者だから、そんなことないよ、え、そうだよ、強くならなくていい、なんかあったらやっぱ喧嘩できるぐらい男として憧れない、全然俺はやっぱそういう男でありたい、なんかあったら、いや俺はそのなんでそんな練習会とかやるのか、別に練習会なんかやらなくたってやっぱ強くなれるから、いや強くなって、うん、じゃあお互い、じゃあその練習会でね強くなったってじゃあ変わらないじゃん強さ、だってね練習して、まあ、毛が生えたようなもんだけど、そうだよ、だから結局変わんないのになんでやる、多少それはお前らがなんか格闘技にちょっと精通してるからちょっと生きがりたいだけでしょ、まあ、生きがりたいよね強くなって、だって予算よく喧嘩するじゃん、でリアルで出てきたら予算は煽り続けるけどまず勝てないでしょ、だけど勝てなくても配信者だから配信だけど嫉妬だからね、俺は強くなれないから、よさんはもう聞いてるわ原田よしきねえよ、足腰が弱いから俺は強くなれない、お前らなんかな格闘技だからな、あれなんとか言ってるけどよ、そんなんしなくていいんだよ、俺スパーリングやりたいもん、その展開がさらに広がるでしょ、よさん全然広がんない、広がるよ、え、誰と戦うの、ん、誰と戦うの、松田よ、松平なんてあのゴミでしょ。あれだろ、だってみんなゴミだよ。格闘技をなんで松平と戦って、格闘技をじゃあ練習したって何も変わんないよ。松平相手で。でかいしね、190あるからね。リーズでかいな。でかいでしょ。うん、そんなのだって別にゼロワンが負けてもネタになるしね。まあ俺は負けれない。時間の無駄だよね。そんなの。俺たち素人が格闘技をやるってなった時に。俺引退ぐらいかけるよ。あ、それぐらいの気持ちでやるよ、そんなのもう時間の無駄だよね、他にだって配信した方がいいじゃん、おっさんって自分が戦えないからだよ、いや戦えなくてもだって別に俺はしないよねそういうこと、え、うん、でもしたら盛り上がるの分かるでしょ自分が、あ、まあまあ分かるから、うん、だけどなんていうのそのなんていうのこうスパーリングは訓練をする必要はないと思ってる、別に変わんないと思ってる、変わるよ全然違うよ、パルだって別に訓練して、うん、勝っても負けても同じじゃん、うん、勝
勝っても負けても同じじゃん。だってプロの格闘家じゃない。いや、よく練習したんだよ。リスナーに褒めてもらえるじゃん。いやー、そうだ、褒めてもらえたらもう関係ないよ。そうね、頑張ってる性格も出るしね、うん、良さみたいにしない人はしないし、する人は真面目だし、人間味出るから人によって、それは面白いと思うね。別にそんな変わんないと思うけどね、うん、俺はするタイプ、俺はしたいし強くなりたいし、格闘技好きだしね。よさがプロレス好きなのに好きだから見るのがめちゃくちゃ。いや、格闘技とプロレスは違うからね、そこは一緒にしないでほしい。喧嘩も面白いし、プロレスっていうのは自分が強いから負けたり、ね、勝ったりできるから。本気で格闘技なんかやる、格闘技はプロレスだけだと思ってる。だって逆にプロレスが何がおもろいかわかんない。プロレスは台本、そのいや台本だけど、見られるわけです台本で、うん、俺たち配信者で台本ね、養分の台本でしょ。台本じゃない、台本で。だから台本組んでできるの、行くの、いや電波降りて待ってたらいいよ。できるのがすごい。 Wi-Fi か 4G 機長、あの機内モードで切り替えたら治るよ。そんなことよ、バリ4やけどな。うん、時間経てば治るよ。てめえはあれが悪いんだろ。何なんだよ、ドコモか、お前。なんだよ、ドコモ以外はゴミだぞ、お前。ドコモで、あ、ドコモだろ、うん、嘘、ドコモでダメなの。治る治る、時間経てば。この辺電波悪いからね、ちょっと。あ、ドコモダメなの、ドコモダメなの、ここ。いや、いいよ、ここは電波いいけど。あ、そう、うん、要は、携帯がやっぱ、ね、熱持ってたまに電波悪くなるんですよ。うん、 Wi-Fi と 4G 切り替えればいける。で、ちょっと待っときゃいい。いや、4G やずっと。ほんと、うん、治った。うん、よさ、まだダメだよ、来るから。こっからが本番よ。まあ、来るよ、ここからね。よさ、うん、来るわ。新宿からほんと来る、みんな。うん、みんな来るの、新宿から。今日もなんか向かってるらしい。向かってるの、うん、あ、そう、じゃあ、来るのか。氷あります？氷ないね。氷入れます。氷ない。これ切り替えようか、まだストロングはある。いや、わからん。あるね、あと1本しかない。でも、1本で十分やん。飲めない。まあ、あの、もう1本あってことね。使いようになっちゃう。いや、もう飲みすぎっすよ。もう結構飲んだよ。俺、川上ちゃんにも相当ひどいこと言ったよ。いや、もう。ごめんね、川上ちゃん。アバフェラビッチぐらい言ってましたよ。言ってたね。ベラチュやって。みんなのこと。聞いてないの。ほんと好きなんだよ。好きだったら言わないじゃない。かわいくない？いや、かわいいですけど。かわいいね。だから、おさ、俺ね。いいんだけど面白くて、ほんと A 版だけ気をつけてもらわないと。いや、 A 版なんないでしょ。どうさ、いいね。で、個人的にはちょっとうさこもエマちゃん好きだからあんま言わないでほしい。あ、それはね、まあ、だけどエマちゃんは、うん、まあ、元からの仲間。また言うよこれ。エマちゃんはやっぱ名前振らないことがベストかもしれない。手間したね、してもしてないとか言ったんだよ。ロボットみたいに。ムカつくんだよ、嘘つき。名前言うとディスが飛ばないやん。清純っていうかさ、もう女の子はそう思いたいじゃん、うん、俺は川上ちゃんもエマちゃんも嘘ついてないよ。この目を見ろよ、じゃあ、うん、2回目だわ。あ、嘘ついてないよ俺は。まっすぐな目してますわ。あ、本当に俺はリスナーさん見せるかこれ。あ、エマちゃん、エマちゃんと、うん、え、川上ちゃんに対して俺は嘘ついてないよ、うん、目が座って、嘘つくわけねえじゃん俺は。ガチなんすね、じゃあ。ガチだよ、本当に。もう笑顔もないもん。嘘つく必要ないもん、うん、俺は。こんなまっすぐな目してたら多分信じちゃう俺。本当そうだよ俺。ああ、ごめんね。クソだよ、あい、おなべゴミだよ、本当。嘘つけよ。なんだあいつら。え、待てよ、川上よ。お前さ、モテないんだよ。プロレクシーなんじゃない。モテないんだよ。だけどさ、自分がやったことは嘘つけしてないじゃん、あいつら。恥ずかしいんじゃないですか。恥ずかしいんだよ。いや、恥ずかしいんだって。そんなのよ、配信者なんだろ2人は。言われて当然じゃねえかよ。なあ、よっさんとそういうことしたのを後悔してると思う。おてんやな、おてん。何だったらじゃあやるなよ、最初から。じゃあ俺も後悔するんだったら。気の迷いというか、知らねえよ、女も血迷った。じゃあなんで俺が言ったらそんな俺がさ叩かれて、なんか「よっさん嘘ついてるよ」とか言われなくちゃいけないの。
で、これはもうどっちが嘘でしょうか、わかんないから恥ずかしいんだろうね、ヤスさんと、うん、めっちゃ恥ずかしいんだ、俺片輪だからか。いや、そんなこと、そこまで言ってないなあ、そういうことか、足が動かにいかれっか、そこまでは言ってないですけど、クソや、なみやかって、ね、でもこれ言い過ぎると、次の女の子来なくなりますよ。どうでもいいわ、うん、女なんて、買えばいいんだよ、お前強がらんでいいやろ、いや、だってもう、俺は正直ね、うん、配信者とかリスナーの女の子があっても、うん、じゃあそうやってなるんだったら、もう金払ってさ、買った方が早い、女、うん、でも配信者買えないっすよ。いや、気になる子は。だって別にそれより可愛い子いっぱいいるもん、金払って。で、そこのあの、あ、新宿のさ、大久保の立ちんぼとかいいんだよ。いますね。あそこに行って2、3万払ったらセックスできるよ。まあまあ、そういう話です ね。東横キッズみたいな、こんな川上とかよ、なんかチンコしゃぶってよ、俺の。どれぐらいしゃぶってないで、どれぐらいしゃぶったんす。まあ、1分ぐらいしゃぶってた。あ、そんなしゃぶった。ガチだったら川上1分ぐらいしゃぶってよ。ほんまなんそれ。ほんとだよ、お前。立ったんす、一応立ったよ。伸ばすっていうもん、大したもんだよ、これで、ディープキスして、うん、川上ちゃんのなんか、ちょっと黒い乳首のおっぱいを黒いよ、めちゃくちゃに、で、あの、もうやって、そう酔っ払ってる割にはちょっと覚えてるよね。あ、そう、覚えてる、そう。え、乳首も見たってことですか。見たよ、ダメろーって。めちゃくちゃにしたよ、川上ちゃんの乳首を。俺はほら、ほんとなんすか、それ。いや、ほんとだよ。いや、川上に電話しろよ、じゃあ。いいよ、なかなか。ああ、俺ほんとだよ。なんで嘘つかなくちゃいけんだよ。顔笑ってるよ、さ。いや、笑ってないよ、俺。だから、ほんとね、マジで。そこまで言ってエッチしないでおかしいですね、でも。立った。ああ、そうやね。乳首の色覚えてるのにな。そうだよ、おっぱいもやったもん、全部愛撫したもん、俺。おっぱいも、川上ちゃんの。で、かかみちゃん全部裸だったってことですか、下も。そうだね。え、脱がしたこと。そう、電気だから、電気は酔っ払って、なんかラーメン屋で食って、で、俺も、俺、そのかかみちゃんと、なんかそういうなんかことないか、俺帰ろうとしてたホテルで、あの、タクシー呼んで、そしたらかかみちゃんがいきなりタクシー乗ってきて、そう、私も帰るっつって、一緒のホテル行った。3回聞いたよ、これ。そう、電気は暗いじゃん。ね、いや、電気明るかった。明るいのに。明るかった。俺が酔っ払ってたから。そう、酔っ払ってたから。で、なんでやらないんですか、意味わかんない。そっからなんか恥ずかしいよね、初対面で、そんな明るいの。だから、俺が、やっぱりその、チンコ、川上ちゃんのマンコに、チンコを入れようとすんじゃん。うん、だけど、俺って、正常位できないじゃん。まあね。非常位しか。あちこしか。そう。だけど、それで俺がこう、じゃあチンコを入れてってなった時に嫌だったんだね、カンカンちゃん。それはやんなかった俺がこう、仰向けに立ってた。でもこう抱きついちゃえば、うん、女の子に入れてもらえば動けるんじゃない。動けない。動けない。俺は非常しかできない。今動かせる欲しい。動かせない。動かせない。それできない。タッチバックはいいじゃん。欲しい。なんで立ちバックもできない。できひんの。足を、だから足を曲げて座ることできるけど、うん、そのなんていうの、快楽あるんじゃん。快楽が、あ、足のその足に、痛みが、痛みっていうか、その疲れるじゃん。今右手で杖持ったら動かない。踏ん張れない。杖バック。杖でこうできないよさ。踏ん張れない。踏ん張れない。スウェーバックは初めて、だから俺はね、川上ちゃんに激怒してんだよ、俺は。なんだあいつ。だったらキスとかよ、手満とかよ、なあ、そういうことするなよ。なんかどうもよっさんがホラ吹いてるのしか聞こえへんの、俺。何言ってんだよ、お前。俺がホラ吹くすけだよ。言われるよ、なあ、はい、このまま飲み。なんで俺がホラ吹くんだよ。エマちゃんがな、言ったから。二人嘘ついてって言って、ね、そうだよ。あいつら嘘ついてんだよ。惨めなんだよ、女関係は。だったら好きとか言うなって、俺のこと。どっちも、まあね、そこまで言ってね。ああ、ただの飲み友でよかったのに。そう、ここまで本気にさせやがって。本気になっちゃったよな。あ、本気に。二人でな、エマと川上よ、本当によ、この野郎。
ょっと同情もあるけどね、やっぱ俺だったら自由にエッチできるから。俺できないんだよ。できない、非常位しかできないんだよ。ちょっと優しい言葉かけ、だから俺非常位しかできる女の子だけ来てほしい。もうエスッケがあるここじゃない。ちっちゃいんでしょ、さん、しかも気丈いで。じゃあ見る？見やめて。ええ、なんでなんだ。ほらほらほら。ガチガチ。ガチガチ。いやいいよ、俺見せる。そのいいし、見た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 よ。見たでしょ。うん。え、そんな小さかった？汚かった。まあ、汚かったよ。そんな小さくなかったでしょ、そこ。あのほんまにね、鈴鹿さんみたいな。お前もちょっと小さかったけど、ね。鈴鹿さんみたいな。お前もなんか小さかったけど、ちょっと太かったけど、でも。俺と同じぐらいの大きさだった。いや、結構でかかったですけど、ね、俺見せてやるよ。なぁ俺は見せてやるよ。俺、おっさんに見せたいかも。あ、そう、見せて。あ、変色してるで、おっさんの。え、先っぽ、変色。え、ゼランが見せたいんだって。おっさんに見せたいの。なめなめ、クルちゃんに小さくて入らないって言われて。そんなにクルさんに小さくて入らない。立ってない時でしょ。いや、立ってる時だったよ。あ、そう。あ、そう。深夜なんでね、ちょっと卑猥トークもエッチな話で、すいません。だって出しなかった。危ない危ない怖いよ、怖いわ。ダメだ、もうダメよ。チンゲ見えたわ。うん、ダメダメ。酔っ払ったら脱ぐタイプなの、うん、初めて知ったんだよ。俺部屋を見せたいんだよ。そう、セージ、ラーメン食べるよ、いろんな人に。セージ寝てるんじゃない。チンコ見せたくなっちゃうんだよ、俺。こうするわ、怖いわ、もう。中ちゃん枠見てる、中ちゃん中ちゃん枠。カップ麺食べる人。え、養分と中ちゃん喧嘩する。食べる。中ちゃん枠見てよ。あ、中ちゃんと養分揉めてんだっけ今。あ、やっぱ俺の弟子だから。あー、そう、中ちゃんと養分が揉めてるよ。養分なの？小林じゃない？あ、小林が揉めてるの。今の声、小林も来るぞ、じゃあ。中ちゃんは俺のファミリーだから、多分今肩身狭いんだよ。中ちゃんは俺の、さっき波紋って言ってましたけど。いや、ハモンって、いや、中ちゃんはハモンなわけないでしょ。これなんで揉めてんの、これ。知らん。中ちゃんがヨスタンハミだもん。殴るよ、これ。殴る、殴りそう。え、養分が殴るの。いや、中ちゃんが危ない。中ちゃんが殴るの。誰、養分に。いや、わかんない、なんか動きそうだって。小林じゃない。あ、小林とは、ちょっと 目が血走ってる。え、見えちゃってるよ、これ。中ちゃんもね、やっぱね、ヤンキーみたいな。中ちゃんも昔ヤンキーだってやってたからね。これバカにされたら殴っていいよ、養分なんて。お前、養分じゃん、小林。いや、小林なんか投げる、あんなゴミ。閲覧10とかしか出るんだから、殴れよ。喧嘩とした出身だから口喧嘩強いんだよ。あ、殴れよ、中ちゃん。あんなもう言葉で勝てないよ。殴ってぶち殺せよ、小林なんて。お前、あ、お前、お前、あ、中ちゃん、やばい。いや、なんか帰るっぽい。着いたんじゃない。ついた？ここじゃないでしょ。え、ついた？やっちまう？え、中ちゃんが小林やっちまう。タクシーチェンジだわ、喧嘩してるから。タクシーチェンジ。あ、そこで、そこで冷静になってる。冷静になってる。じゃあ大丈夫だ。ヤンキー側になってる。小林、ちょっとやばいね、小林。人を殺めるみんなでね、これ。小林やばいね。ガチ目、ガチ目。これ、時系列は？教えて。だから小林もいたんじゃない？だから中ちゃんをディスってる。コパね、リタに電話する、リタか中村に。コッパ酔っ払うとね、あの、ディスるんよ、うん、めっちゃ。小林が、ちょっとコッパも古いよね。口喧嘩うまいからね、あの人。喧嘩突者だから。なんか、中ちゃんガチギレしてんの、うん、もう目血走る。あ、そう、血走る。もうこれ、もうぶち殺せよ、あんなの。ぶち殺せ。ラーメン食う人誰、ね、食べる。でも酔い冷めちゃわん。いや、いける。食べたい、食べたい。パルの食べる。酔い冷めちゃう、別に冷めてもいいじゃん。いや、俺、酒大丈夫。予算もだいぶ飲んでない今日。いや、辛い飲んでるよ、うん、だってもう寝るだけだからね、うん、ここで。なぜ閲覧90は心配してんの。心配するよ。90なんてお前かわいそうになるよ。もう意見も言える必要ないから。90これ選んで。
あ、俺は、うん、豚汁。豚汁ね。豚汁。高橋は？これ。チーズ。あ、まあこれ鉄板だよ。面白い。うまいよ。養分も中ちゃんと仲いいのに飛べないのよ。そう。だから今タクシー小林だから。中ちゃんバンだったの？え？中ちゃんバンだったの？アカウントある？嘘でしょ。中ちゃんバンなの？嘘でしょ。もうでも酒飲むとね、男はね。そうだよ、めちゃくちゃになっちゃうからね。こっちは今よっさんだけだからいいけど。まあ俺ね、めちゃくちゃ。酔っ払い同士でやっぱ喧嘩になるんだよな。なんかアカウントあるよ。うん。喧嘩するかって言ってるわ、養分。養分と誰が？いや、中ちゃんとパパがやるかみたいな。あ、小林がやるって。やっちまえ！って今思えてる二人が。もうやっちまえ！俺もしやんなかったら中ちゃんお前破門だよお前。小林なんだよ。あんな頭かっちゃって殺しろよお前。中ちゃんお前あんなエツラン10とかしかねえんだぞお前。中ちゃん100とか言ってるんじゃない。これあれじゃん、逆に破門だお前。やんなかった養分の酔いが冷めるパターンじゃん。頭かちゃうんだよ、お前ら。ボコボコにしなあんだよ、お前。よ、な、中ちゃん。じゃあ、おい、小林愛だ、俺がボコボコにしてやるよ、お前。この野郎。やめて。ボコボコにしてやりますよ。やめて。いいよ。いい。ああ。だけど、殺すかんね、お前。やめて。ボコボコにされて、俺は、小林にボコボコにされて、俺殺すかんね。やめて、それ。ここっすね、ここっす。いや、殺す。ここやね、たたき、ダメ。いや殺すよ。ちょっとやめて。うん、仲間思いだからね。そういうことやってんでしょ。うん。でも予選やめて。明日俺はバになってるね。やめてよ。俺だっていいよじゃなくてやめて。仲間がそういうこと言われたら殺すよ。だからまず俺のことを襲ってきた。でも予算って物事二人の話聞いて冷静にあれでしょ。冷静なんかなれないよ。だって中ちゃんをディスられてたから。話聞かないと。まずは先破門してたけどね。うん、先破門したけど許せねえよ。話を聞こう。話を聞くんの？うん、来てるから。ああ、そうか。話を聞こうよ。冷静になろうよ。まあ冷静、まあね、じゃあく、ね、小林と中ちゃんと養分がここに来るんでしょ。なんかあったら、これはやっぱあボスとして謝らないといけないからね。悪かった。いや、俺殺すよ。いやいや、中ちゃんがなんかしたの。ぶち殺すよマジで。ここ制してください、ちょっと。あここっすね。ここっすね。ここっすね。うん、ここっすね。なんか俺に対して運営さん、お願いします、ね。ハンバーグなんで。じゃ今からハンバーグ食べに行こうか思って。小林は中ちゃんに対して悪口言ったの。それはどう言っていいか分からない。なんかね、髪の毛引っ張られたとか言ってる。コパ誰がコパは。あ、中ちゃんに、うん、っていう話まで言ってた。でも なんで喧嘩したの。きっかけなんだろうね。まあそれを聞きたいんだから。それでもし中ちゃんがあったら俺説教する。中ちゃんになんでお前小林の髪引っ張ったのって言うより言えんじゃん。ちゃんと来たらね。じゃあ俺はちゃんと冷静に聞くよ。ああ、そこは冷静に。朝の冷静もちろん冷静に。やめて今殺すとか。ああ、欲しいよ。ここっすね。うん。あ、ここっす、そう、ここっす。ここ一でもいいよ。なんでもいい。だとりあえずは、うん、まあ来てから全部聞くよ。じゃあ、来るんでしょ、みんな全員。まあ一応。ああ、ゼロワン、ここで来る。橋渡ってるよ、もう少しだね。あ、もう来る。そうそう、うん、もうそろそろ。あれか、コメント一匹言ったんや。何そコメントに、うん、あ、ハト、ハトか、ハトで。うん、ディスられて、それ一匹言ってやれ、そっから始まったな。あれじゃない小林の、小林が。煽りコメントで、中ちゃんが面白い半分で拾ったんじゃないのそれ。小林のディスが。違う？あ、小林のディスを中ちゃんが拾ったんだ。いや、わかんないですけどね。あ、わかんない。どうなんだろう。まあ、ちゃんと聞いたいですよね、今。で、メインは、やっぱ俺と養分だからね。まあそうだね、うん、食われちゃってる今、うん、どうでもよくなってる。まあ確かに今日食われてる、うん、え、養分はどうだろう。でも養分は中立なのよ。いや、結構コパに、あ、コパの、まあ、煽ってる、中ちゃんはゴミみたいに思ってる。止めてるね。止めてほしいなら付き合いに最初にお願いしろよ。だったら止めないよ、一応なんか殴り合いの話してついたら。あ、そうなんだ。殴り合いが始まる。ニコ生待機する俺。でこのまま待機します。ちょっと待って、事情聞こうか。聞いて。もうまずリタが第三者に、うん、めっちゃ受けてる。身長って受けすぎて。いやいやいや、殴り合いが違ってしちゃって。このリタ電話出て。え、リタ何してる。帰ったんじゃない。今中ちゃんとタクシーにいるから。あ、そう、事情聞こう。あ、そう、うん、事情を。
いやだからこれ殴り合いが始まるんでしょ、これもうほんと始まっちゃうよ、ね、これ面白いじゃん、ね、中ちゃんこの後酒美味しくなるよ、これ、うん、俺酒入れて酒はあるよ、あるよ、あるあるあるあー、もうどう、これどうなんだね、俺ね。で中ちゃんは吉田ファミリーとして小林を殺、あ、ここさないとダメだよ。中ちゃん聞いてないわ。中ちゃん、中ね、小林ここちょっと黙ってよ。中ちゃん、うん、あ、お疲れ。今なんか小林と喧嘩してるって聞いて、どうな、なんで喧嘩になったか教えて。なんか鳩で、うん、あ、小林なんで来んだみたいなのが来てて、うん、で、あの小林が切れてたから、あの次言ったらブロックするよって言ったんだけど、ブロックしなかったら、お前なんでブロックしねえんだよとか、なんかずっとごちゃごちゃ言ってたから、お前うるせえよって言って。あ、ブロックしてるのに、なんでブロックしないのてめえとか言われたってこと？あ、ブロックしなかった。あ、ブロックしなかった？しなかった。あ、しなかったのも悪いけど。ブロックするよって言ったけど、ね、したら、小林が切れたってことね。そうそう、隣のやつ誰とかそういうのに切れて。あ、で、中ちゃんは何、ブロックするって言ったのにしなかったってこと？まあ、次言ったらブロックするからねっていう、脅しじゃないけど、脅しを。あ、そのコメントがなくなるように脅しをしたんだ。そうそうそう。で、基本的に中ちゃんは普段ブロックしないんだ。そう、ブロックしないから、うん、それで口論になってどんどん激しくなったって感じ。そう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 。ああ、分かった。事情でも殴るって言ってたよ、小林は。事情は分かったから、中ちゃんのことを殴るって言ってた。中ちゃんあと何分ぐらいなんですか？だけど、中ちゃん、はい、あの、ここしていいよ。俺もな、小林のことここすから、俺ちょっと、おい親方、あんないいよ。だって閲覧10とかゴミだろ、小林とか。お前何見てんかよ、お前。違う、予算、その感情よりも、感情よりも中ちゃんが謝る必要ねえよ。閲覧10とか20なんてよ、人権もねえんだよ、配信に。いや、ゴミがよ。まず、そうだろ、事の経緯どう思いました、よさん、今の話。え、だって中ちゃん全く悪くないじゃん。ブロックしない。小林が閲覧10とかなんか悪いんじゃん、5とか。うん。髪の毛は引っ張ったの？髪の毛引っ張ったの？髪の毛っていうか帽子を取りました。帽子を取ったんだ。あんなも取ってもいいよ、あんなの。うん。だ、来るんだな、こっから、お前。で、中ちゃん、ちょっと個人的に気になるのが、養分はどんな感じなの、俺に対して。ヨブは大丈夫でしょ、うん、まあ、そんなことより今、うんうん、小林と中ちゃんの対決ルールは今ねえんだよ、うん、お前とヨブなんて台本でよ、うん、やってるだけだろ、うん、あと何分ゴミがよ、あと何分、小林と中ちゃんがここで喧嘩するのは楽しいんだよ、うん、お前とヨブなんかどうでもいいんだ、ゴミが。喧嘩が楽しい。さっきまでウキウキしてたのに、まあ、時々変わっちゃったよ、俺。だって養分とこいつが台本なのに仲良くしたってどうでもいいだろ、女の。食いながら多分来るで。あ、そう。トンネル食いながら。で、予算こぼすから前出て。で、三脚下げて、ちょっと。三脚。おいか。うん。素直の下げて。俺、豚汁、豚汁のカップラー、うん、いいのカップラーの豚汁。それ美味しいよ。いや、めっちゃうまい。あれ、俺もウオマーツで結構買う。あ、本当豚汁のカップラー。あれめっちゃうまい。俺選びました、俺が。あ、そうなの、はい、あ、めっちゃうまい。予算ちょっと早いけど、予算だけ5分だからいい。あ、いいよいいよ。固めてね。あ、固めて。味わかんないでしょ。だけど俺は、小林の頭はこれでよ。だからやめて。勝ち割ってここっすよ、おい。中ちゃんの。見れないで展開。やめてよ、さ。おい。お前がガンガン言ってんだろ、小林ってめえ、お前、うん。こっちがバンガン。狂気出さないでよ。狂気出さないで、ちょっと。なあ、杖ね、杖、これ杖です、うん、杖です。せめて来てからやって、まあ来てからな、うん、あ、そう、誰も配信できなくなるで。これ誰の配信？俺の配信で。あ、じゃあ一番いらないじゃん。お前らいるよ。いらねえよ。いや、これ番になってもいいじゃん。いらねえよ。いらねえ。一番いい、いらねえよ。一番いるわ。すんの感動でもいいけど、お前の配信だっていらねえよ、どうなったって。たかし、ありがとう。これ予算混ぜてください。一回だけ入れただけなんで。あ、なんかツイッターっぽい、なんか始まりそう、喧嘩が。あ、来た。え、どういうこと。
喧嘩始める。おしっこしたいんだけど。中ちゃんとちょっと。そこ閉めて。中村や。グローブをちょっと。グローブやるなら公園行かないと。どこなん公園で。近所なんこれ。近所に公園あるで。どこ？あもうそこ左行ったところで。と付き合いがちょっと。でも始まってる？始まりそう。行こう行こう。配信がやってんのこれ。本当にヤバくなったら俺止めるからな。あ、グローブよ、ちょっとグローブちょっと。グローブもいらん。めんどくさい。素でやんの。お前もうるせえ。何よ、オーブン。何よ、何よ。これヘラヘラしてないだろ、それ。映せないだろって。映せないだろ、これ。いや、インカメするわ。もうやってみんなバンなるよ、これ。いや、もう止めてじゃなくていいよ。やってよ。何も思ったに。自分のことも思ってたじゃん。ほっとけよ、いいよ。じゃあ本人も確認して、これでっていうのが。公園でね、ちょっとね。お前もうるせえ。これでっていうのは、まず話を言って。他人の枠でブロックしません。じゃあもう内容とかじゃなくて、もう何回も聞いたらブロックしませんよ。それでええって言ったら。誰も配信しないの？なんで配信してんのこれ。いや、バンナルやん、だって。もっとひどくなった時に、バンナルやん。これでええか。で、警察にも言わないって言ったんだから。それは自分自身の中でつまんねえやつぼっち今俺もブロックしてるから、あと家族のあんまって何ニコ生家族のこと言うニコ生行くか、ニコ生行った方がいい、もうあの、もう喧嘩してもいいニコ生行った方がいい、できるわ一回、ただあの、やりすぎたら止めるからな、予算変えるだから、最後無料だけちょうだい、無料だけニコ生行くわ、配信しようぞ、仲間だと思ってないよ別に、いやだから止めるやりすぎたのに、隣にいてもう一人でいいから、お前もだぞ。じゃあおめえ人のリスナーさんにごちゃごちゃ言うのいいんか。お前映してても。